サポヤイ・ヤーノ氏は、ハンガリー王国の対立王。即位以前は、トランシルバニアの領主であった。父は、サポヤイ・イシュトバーン。母は、チェシン公国の統治者、プシセミスワフ2世の娘ヤドビガ。1487年、スピシュスケ城で生まれた。サポヤイ家は、ザポリエを、発祥地とし、トランシルバニアを基盤とする豪族で、 サポヤイは1514年に起きたドージャ・ジェルジヒキール、農民反乱を打ちに圧し、首謀者であるドージャを残酷に処刑した。1526年、もはやちの戦いで、ラヨシュ二世が大勢の兵と共に戦死した後、空位となったハンガリー王に立候補した。ラヨシュ二世の姉、アンナを妃とするハプスブルク家のフェルディナント大公も、立候補し対立した。サポヤイは、 ハンガリー貴族のうちでもリーダーシップがあり、過去20年間政治的な経験があった。貴族の大多数は、サポヤイにつき、わずかな貴族がフェルディナントについたに過ぎなかった。11月に、聖ケシフェヘールバールで即位、ヤーの主一世と称したが、オスマン帝国スルタニスレイマン一世の後ろ盾が、なければ、フェルディナントに対抗し得ないと考えたが、それが、 あだとなって、ヨーロッパ諸国から王として承認されなかった。1540年、セベシュで死去した。死後、ハンガリー王国領の大部分が1541年に、オスマン帝国領ハンガリーとして、オスマン帝国に侵入することとなる。1539年、妹バルバラの夫だったポーランドを、ジグムンと一世と、その再婚相手、 ボナスフォールザとの間に生まれた娘イザベラと結婚した。翌年には、一人息子ヤーノシュジグモンドが生まれたが、サポヤイ自身は、その2週間後に死んだ。夫の死後、未亡人となったイザベラは息子を要して、ハンガリー王位の獲得に奔走し、1556年から1559年に、死ぬまで、ハンガリー女王を称した。ありがとうございます。